それでは皆さんこんにちは、M5 スタックの方ですね、また使い方ということでご紹介したいと思います。今ラダー上にですね、M という内部リレーですね、こちらを配置していただくと、今出力には出てこないですが、内部で情報を記憶させたりですね、禁止などのリレーということで信号の中継を行うことができます。こちら M の0番からモニターできるのは M の125番でしたかね、そこまでだったと思うんですが、こちらですね、内部リレー使うことができます。でこの画面上に TFT 画面上に表示するのは M の0から M の15番まででしたら表示させることができますので、今回 M の0と M の1、こちらを中継してですね、ランプの点灯ということで回路の方を作成しました。 X の38を押すと M の0がオンになって、 M の0の接点が閉じると Y の26を点灯させるよ。同じく X の37をオンにすると M の1が入って、 M の1が入ると Y の5を点灯させるよといったようなラダーになります。こちら回路の方をですね、コンパイルして、で、SUQDBX 変換をして、で、今作った C のソースですね、こちらを書き込みということで書き込みを行いますよ。で、書き込みの方ですね、実行してますが、これが終わると実際にその動作ということで行われるんですが、今画面上タイマー0ということで出てますが、今回タイマー0使用しておりませんので、表示の方が消えてですね、こちら下の部分に、M の動作状態を表示する一覧ということで、出てきております。今一番左足が M の0、緑がオフの状態、ですね、右端が M の15番ということで合計16点表示するようにしております。で、今こちら X の38、これを押すと M の1がオンになってですね、点灯するよ。 X の37を押すと M の1が入って Y の5を点灯するよといったような形になります。こちらモニターをする場合には動作で動作画面に行くですね、こちらの方から、D ですねをへこませていただければ、38を押せば M の0が入って、 M の0が入れば Y の26が点灯するよ。また X の37を押せば M の1が入って、 M の1が入って Y の5が点灯するよといったような形で、情報を記憶させることができます。こういった内部リレーをたくさん使っていただいて、様々な制御を行うということがよくありますので、こちら内部リレーということで、ご紹介の方をさせていただきました。今回の説明の方は以上にしたいと思います。皆さんありがとうございました。